どうもこんにちは漫画家のののカッピーですす、えー、左引きのエレンの原作をやっております、えー、今回は、えー、左引きのエレンでその原作者の仕事ネームっていうのをどう,うあのどういう形でやってるかっていうのを紹介したいなと思います、えー、取り上げるのはこの最新12巻の、えー、第100話記念すべき100話を、えー、紹介したいと思いますなので、えー、ネタバレがあるので気をつけてください、えー、また、えー あくまでこれはあの僕の,あの個人的なネームの書き方なのでえまあこれがあの正しいやり方とは思いませんのであ,のあらかじめご了承の上えお楽しみいただければなと思っておりますえそれではここからはえこの iPad の画面でえ見てくださいよろしくお願いしますはいじゃあ左引きのエレンのネーム解説していきたいと思いますえまず1ページ目 えー、毎回こんな感じであのー、100話とかそういうメモを書いてます。えっ、ー、とこれ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 あれこれだこれこれはいはいはい。えー、でバンクシーのゲームとかこういうタイトルが入り、えー、ます。で、えー、漫画ってこの左こっちの左のページから始まることが。 ああのの多いんですねあの紙の雑誌がそういう文化だったのでデジタルでも割と左始まりこっちのこっちのページから始まるのが多いです。で、えー、解説していきます。えっと、まあ、まずこうジャックのジャックっていうキャラクターのこの目から始まってでカメラがカメラがこう引く。 って感じななんですよねあのなんていうのてうかなこれが映像だとするとまあ、カメラが思いっきりアップからこう引きになってで、えー、画面外からイメージこうですねあの目から始まってグッと引いてさゆりの背中が見えるだからなんかすごいかっこいい背中ってイメージで描いてます。こう 立ち上がって覚醒みたいなで覚醒っていうイメージもあるしこのなんだろうなこのこの今まで隠していたこのイヤホンをこう見せるっていうのはあのイメージ的にはあのスーパーマンがスーパーマンがこうバッとシャツを開いたらなんか。 こうななるじゃないですかこのののイメージなんですよねこの紙を書き上げてこれを見せるっていうのが、えーまあ、ある種のその正体を明かす合図っていうのでここでまあ、ある種正体っていうイメージだからあのまあめっちゃ決め顔ですドヤドヤって感じで,で、えー、こう2ページ目ここものすごいセリフが多いですえー 普通だとありえないセリフなんだけど要はえっと、えー、すごいすごい多い情報をさよりを通してこう翻訳してるっていうイメージなんだろうなあ,の、まあえてここのセリフをめちゃくちゃ多くしてそれを端的に返すっていう、えー、表現にしてます。だから さゆりがいかに頭の回転が速いかみたいなのを伝えるために、ここのセリフを多くしてます。はい。で、ええー。まあ、僕が好きなノリなんですけど、映画とかで、まあ、映画とかアメリカの映画かな。なんか。やばい状況の時に。ちょっと、その、なんだ、軽口を叩くじゃないけど。全く。 デザートを楽し,む時間なしそうねみたいなこうなんかちょっと洋画、えー、っぽい <laughs> なんかノリのセリフがあるっていうだここでまあバーっと情報多い情報多いでガーっと来て最後に全くデザートを楽しむ時間なそうねでまたどうやここは結構そのキャラクターをいかにんだろうな上げるかっていう感じのシーンになってます。 で、えー、ここから、まあ、正体を明かしまして「えーまあなたに恨,恨まれる覚悟はできてるわ」と。で、えーまあ、一方その頃っていうねまあ本当はここで何でしょうあのー、場面転換のなんかよくあるこういうなんかその一方その頃ででんか建物があってもまってわかる。 カットを入れるべきなんだけどあえて飛ばしてるのはまああのテンポよく生かすためですなるべくコマ数減らしたいのでで、えー、まあエレンがこう考えた結果まあそのじょうあのなんでしょう立場を明確にするエレンはあの この考える仕事じゃないっていうのをここではっきりさせて、えー、このチームは役割分担が明確にあって一人が機能しないとみんなが機能できないよっていうのを伝える明確にするためにまあエレンも一応考えるんだけど全然ダメでしたっていうのを入れてますでまあここで回想に入るとまあこういうあのなんか横顔で。 ここで改装始まるっていうのをよく使います。でこれで三ページ目で四ページ目。まあここで改装ですね。まあこういう感じのあのネームにあの注意書きで入ってたりします。あでもこれ変えたのかな。なんかまああのちょっと絵だけだと表現しきれないことを作画の方にふねさんがわかるようにこうやって注意書き変えたりします。 で、まあ、こうでですねで結局ここで回想を入れた理由は、えー、ここのまあさより,りがなぜこの、うん、単純なエレンのルーティーンに気づけなかったかっていうシーンなんですけど、まあ、それの種明かしというか結局ここでさよりの弱点に由来するものだったっていうのを 見せたくててこの階層を入れてま何でそんな、あのー、普通ならさよりならさよりほどの頭の良さがあれば気づきそうなんだけどなぜか気づかなかったそれはなぜか恋のトラウマだよっていうところで読者にもそこの足並みを揃えてててもらって、えー、やっやますで,そこでまあジャックが思ったよりイケメンでしたと僕は何も期待してないよって いいですねこのジャックの優しいむしろね逆に僕の女性を見る目は間違ってなかったここのこの笑顔最高この笑顔いいですねあの漫画の方でもいいんであのどうぞ見比べてくださいで、えー、次6ページ目えー、だあんまりえー、っとこういう小回り僕は あんんまり多くないんですけどこれはなんかどっちかっていうとここで、えー、1セットの駒だと考えててこれもなんかさっきの,あのアップの理屈で言うと、まあ、この辺にあの2コマ目でアップしてるじゃないですか,だかここに寄るっていう考え方なんですけどなんかこれで1セットで、えー、あっけに取られあっけに取られ 笑うっていうなんかこの1セットのワンアクションで、えー、考えてるのでこういう細かくここでは終わってますでまあここで「えー、あなたには隠し事はできないみたいね」っていう感じでジ、まあ、ジャック褒めるジャッックク褒褒めめるをますこれはまあ読者と同じ気分っていうか「ジャックもああ読者も多分ジャックいいやつやん」って思ってくれたと思うんでここで。 サエルも読者と足並み揃えてジャックを褒める。で、えー、まあそこからこう心を揺れたサエルが自分の話をし始めて、ここでまあトラウマがどんどん解消されていくっていう流れですね。えー、まあこの過去との対比、私を幸せにほししてほしかったっていうのはあの過去にそういうセリフがあったんですよ。あの、えー、自分のやりたいことが見つからないけど。 あのー、私を幸せにしてくれる人を作ればいいんだっていうセリフが結構初期にあったんですけどそれの回収ですねだから結構セリフ単位でも回収を多く捨てる、えー、ショーだったかもしれないニューヨーク編は。うん、で最近ちょっと最近別のふうに思うのなまあ 高一といる時は結構その高一をいかにコントロールするかっていう性格人生だったけど、まあ、今は誰も私の言うこと聞かないいくら尽くしてもお礼も言わない、えー、そのくせ勝手だって言ってんだけど気分がいいっていうところでここれさよりのまあ変,変化変化と成長っていうのをこう見せてます。 だからこ,のこういうセリフ回しが好きなんですけどこの結構このここってネガなことを言ってるじゃないですかあの友達の愚痴みたいなことをあえて詐欺師に言わせてだけど気分がいいこれがあの結構好みのセリフ回しっていうかあのえまあクソみたいな日にいいものを作るのがプロだみたいな感じにも近いと思うんですけど悪い話をあえてポジに。 使うっていうのが結構好きだなと思ってます。ええー、八ページ目です。でここでまああのバルバラバルバラ先生先生じゃないバルバラさんあと六分っ,つってでまあこれこまあなんかその、えー、まあここもさっき言ったように本当はこのバルバラがどこどこにいて どういう状況なのかって本当はもう少し書く方が背景とかね、書く方が漫画的には正しいんだけど、あのここはもうそんなことはあの別に重要じゃないから、重要なのはこれなんですよ。あと6分なんですよ。だからえっ、ー、とバルバルは本当にもう一瞬、まああのバラエティ番組のワイプじゃないけど一瞬バルバル登場してあと6分だけ告げてよう、えー、は済むっていうかまあそんな感じです。でここの セルフ回しは結構気に入ってて「私のアーティスト」っていうのが結構あの結構好きな言い回しで、うん、あのー、まあ人生かけるなんてバカだみたいなこと言ってたさゆりがあのこの「私のアーティスト」って言い回しが結構いいなと思って、あのー、こんなこと普通言えないよなと思ってあのうん私のそうっすねなんか。 結構重い言葉だなと思って私のアーティストここはすごい好きであのだからこういう好きなあの言葉は立たせたくてあの普,通普通だったらもしかするとえー、っと例えばですよ例えばえー、こ,こうこうでも本当は良かったんだよ。 こうでもよかった4行にしてでもそうするとここが立たないんですよだから、あのー、まあ分けてるしなんならあの別に、あのー、これなくても話通じるんですよ「あのひざやひきねれん」と呼ばれるアーティストはっていう話から始まっても別にいいんだけど ここに、まあ、私のアーティストってどうしても入れたかったからもう吹き出しを贅沢に1個使って、えー、分けてるっていう感じです。であとねこの「私のアーティスト」って言葉から始まるとあの結構その個人的な私的なあの詩的な話が始まるっていう合図でもあるのであの結構いろいろ聞いてるかなと個人的には思ってます。はいで、えー 気気づづけけけて私になないわけがないわがここのかっこいいですよねこのさゆりの綾野への対抗心もあるしでここですよねこのなんかあのだいぶ前にこの超かい「超高解像度ペルソナ構築」っていうあの,、ま、るあの決め技決め技名が出てきたんですけどこれってあの本当は別に出さなくてよかったんですけど あのこの決め技名をあえて前,前もって作っとくと、えっと、この一言を言うだけで読者があのエピソードを思い出してくれるんですだからあのこれは決め技名っていうかあのエピソードのんだろう、えー、引用引用のためにこの決め技名を最初に作っといたって感じ。だからら読み返してもらうと この言葉もさゆりのセリフが最初なんですよさりが彩乃の,の話を聞いてあの「超高解像度のペルソナ構築ね」みたいな感じで言うシーンがあるんですけどそれをここで回収するっていうだからまあ,あの当然ですけどこのこのこのシーンのために彩乃の,の、えー、ちょっともはや懐かしいあのスーツチェックがありましたよねあの高一のジャケットかジャケットチェックファッション チェック回みたいなあの、まあ、ギャグ会みたいなのがあったんですけどあれはこの1コマの回収のために、えー、書きましたでここで綾乃にできて私にできないわけがないこの仲間の技を別の仲間が再現するって結構熱い少年漫画的だと思うんですけどまあそれをちょっとやりたかったなと思ってで、えー、ま,まだまだもったいぶりこっからあの。 まあこ,こでメモがありますね記憶がバンバンとよみがえる感じの表現っていうので、えー、この黒い部分使ってますこう,こういうのね。でこんなこともあったよねであるいはこんなこともあったよねっていうのであのエレンの才能は目だ。なのにどうして目を隠すっていう疑問、まあ、あのまあ大きなクエスチョンでページを このページを終わらせてめくあの次のページをめくってもらう。ら結構漫画ってそのめくりって読んであの読んでてあのどこでどうページをめくらせるかっていうのが、えー、結構コツだったりするんであのめくる部分はどこでめくらせるかっていうのはすげえ考えますね。まあちなみに余談ですけどあの最後のその一話の終わりは引きって言ったりしてそのまあどう次回まで引くか。 気持ちを、えー、印象付けてあのキャッチできるかっていうので「引きっって言葉も使ってします、えー、エレンのコミュ障は見えすぎてしまうせいもあるのかもね」つって、ね、髪で顔を隠したり「見えすぎる」ってここ分けてます。見えすぎるで多くの人は静寂の中でしか集中できないエレンの目には常に膨大な情報が飛び込んでくる、えー、見えすぎているがゆえのノイズにさらされているここもね結構。 うん、セリフ多いんですけどまあなるべく読みやすく考えたつもりですここも結構悩んだ気がするな,なんかでまあここでまたワイ,ワイプ系のさよりあと5分ですもうもはやバルバラのセリフないけどバルバラいないっていうねこのバルバラって書いてあるワイプワイプ系で、えー、ここでねまあバトル漫画とかでよくあるあの見守る仲間たち系のカットですよね、えー 何、まあ、でしょうあの、えー、新人新,新人っていうかクリリンみたいなそのなんかクリリンチャオズみたいなキャラクターさヨりみたいなねマ <laughs>、まあ、リーンは割とポス,ポストそういうまあご飯とかクリリンとかそんなイメージなんですけど「えー、思い出せさヨりお前の目に目をそらしてきた記憶の中にきっと」つってこうまあこれはまあエレンは何でしょうねベジータベジータかな。この 答えがあるでまあここでもう決着間近ですよねバトル漫画だったら決着するぞってところで答えがある。でエレンの心を生み出すものエレンをいら立たせるものそれは光まあ光なのか光一なのかわからないこの漫画のねずるい表現であえてルビがない光ってやって読者に判断を委ねるっていうのを。 やったつもりなんですすけどすいませんこれえー、っと紙の12巻の方で、えー、っとこれ重きくしこうってルビーが入ってるんですけどこのルビーはえー、っとちょっとえー、っとね別にまあこう1って読ん,読んでも別に間違いじゃないからミスではないんだけど本当はこのルビーあの本当は取りたかったんでえー、っと、えー、重版したら取ってもらうつもりです。 なのであの初版しかこの「こう」っていうの入ってないんで、えーまあ、別に出会ってことはないけど、まあ、あの初版持ってる人はああそうなんだぐらいに思っといてもらえるとありがたいです。えー、12ページ目、まあ、こういうあの過去の回想シーンは割と無期棋士もう過去の,あのこれもう、あのー、画像をそのまま使っちゃったりするんですけど、まあ、もちろん日本にさん A うまくなってるんでこれだけでも、まあ、だいぶもう。 違う絵に仕上がるのは期待できるんでまあこれで、えーまあ、要はこのシーンをさもう一回描いてくださいっていう指示で分かりやすいかなと思ってね、うん、でまあ追加するとか追加して「おいエレン」つって,って「エレン?」っ言って「フード株になってモテねえぞ暗い」とでこのシーンってまあここまであの重要なシーンだと思わせてないんであんまり大きく描いてなかったと思うんですけど あまあ書いてたかで、まあ、そんなに象徴的なシーンとして描いてなかったと思うんですけど「こののシーンっってそうだったんだた引用ですよねフードかぶんなってくか,ぶんかぶんなってな、うん、かぶるなってか,かぶるなってモテねえぞ暗いど」その次に続くセリフを今度は小百合が言葉に出して言います。 暗がれで落ち着くな動物か、えー、これだっていうシーンですよね。このこれだっていう目の次に口が動く、えー、エレン。でここからですよねこのキメのカット <laughs> フードをかぶって、だもうねこの見開きをずっと描きたくて、えー、ニューヨーク編を書いてました。だからこの これをいつから描きたかったかっていうとあのまさにだからさ,あのさっきの綾乃の綾乃の,のジャケットジャケットチェック会ぐらいからずっとこの回を描きたくて、えー、まあ楽しみにしてたシーンです。フードをかぶってでここでなんかあの変にこういうこういうアクションつけずにもう。 この透明でいかにかっこよく描けるかっていうのをちょっと二富二さんにあの頑張ってもらいましたでえっとこのシーンこれまたまあここも別にあの、えっと、見開き厳密には見開きじゃないんだけどあの見開きっていうのはあの、えっと、右と左を合わせて一枚の絵になるのを見開きっていうんですけどだからあの厳密にはあの 1>, えと1ページと1ページなんだけどここはまあ,あのつ、えー、とセットだから見開きとして考えてますでこっちもあのこうやってコマ割ってんだけど見開きとして、えー、書いてます。えー、でここはまあえっ、ー、とねネームだとお気付きかもしれないですけどこう影が目にかかる。 で、陰る月とイメージを重ねて瞳孔は暗いからあの広がるなんかこれ瞳孔広がる、えー、っていうのはこれのこれの変化ですよね。で、えー、こうやってこのアクションでこれって何かっていうとあ,のあれなんですよねこっちに視線の流れがあるんですよ。 だからあのー、えー、っとね「新,新月」っていう「新月」っていう名前の洋服を着ててえー、っと影に入るっていうシーンなんだけどあのー、逆にここはこれがまあまあこここういうふうにあのー、これは。 あ上がっでこれえっとなんだろうな逆なんですよ本来月だったらえっとうんだから影に入るっていうのはこれまあ消えるっていう表現が正しいと思うんですけどそれがむしろ上がるっていう表現になってて、えー、これがなんかその逆に。 何でしょうエレンらしいというかあの月がこう,こうラ,イライジングするっていうか、うん、ライジングっていうイメージで書いてますこれはだからあのここでエレンがそのまあ日本語で言うと台頭するっていうか台頭してエレンが本当に、えー、才能に目覚めるシーンだからこうここですねこのアップアップするっていうのを、うん、書いてます。 「でえっとまあ、そうか似てるんだろバンクシーもあいつと」って、まあ、読者は分かるあいつっていうのは高一だなって少年漫画脳の,の連中はさここでまあルーシーもそれに含まれてるよっていうのをここで一回あの一応回収してます。で、まあ、立ち上がった凡人かっていうので、まあ、だからあのルーシーと高一はまあだいぶ似てるっていうのは前振りであったんであのだ実はバンクシーもそう似てるんだっていう。 あの解釈ですでだから「お前ならどう動く高一」でだこれ過去のシーンですねこの過去の高一の、えー「せっかく仕掛けたんだちゃんと見てもらえるか気になるような置きっぱなしでそのまま帰れるわけねえようなあいつならきっとそうする」っていうので最後これですね「エレンあんた今どこいるの?」って「コツ」っつってこれで。 終わるということで。だら引きさっきの,あの引きの話したと思うんですけどここで、えーっとまあ、結局ねマンクシーはあの顔わかんないんで顔出てこないんですけど、まああのまあ、エレンもエレンも背中だしバンクシーも背中だしここで、まあえーまあ、次の回で二人がいよいよこう対面するっていうのをあの見せてます。 でまあ、この中心にこのちゃんと絵があるっていう。でえっとまあこれも余談なんですけどこれで20ページです。でえっとまあたいまあえっとジャンププラスは決まってないんですけど基本19ページぐらいだと思ってください。で あの今回みたいに20ページの時もあるし逆にまあ17ページとか少ない時もあるしこの辺はあのウェブなならではのあの,融通の聞き方かなと思ってます、えっと、雑誌だと、まあ、想像できる通り紙だからの、えっと、厳密にページ数決めないといけないんですけどだから19ページとかだったらそれで決まってるんですけど、まあ、ジャンププラスは割と融通が利くよという余談でした。 はい、こんな感じで、えっと、本日は100話記念すべき100話をちょっと話してみましたいかがだったでしょうか、えー、もし、えー、っと評判が反響が少しでもあればまた、えー、別の,あの話数でやってみようかなと思ってますので、えー、よかったら、えー、チャンネル登録、えー、いいねボタンよろしくお願いします、えー、それでは、えーっと まあ、いろいろ大変な時期ですけどもお家で、えー、漫画でも読んでゆっくり、えー、お過ごしください。えー、それではまた